アメリカインド太平洋軍は、アメリカ軍が有する9つの統合軍のうちの、一つで統合軍の中でも最も古くから存在している。ハーシュー・オアフ島の海兵隊キャンプ HM スミスに司令部を置く。旧名称は、アメリカ太平洋軍であり、2018年5月30日に、ハリス海軍大将から、デイビッドソン海軍大将に司令官が交代すると、 同時に、現名称に変更された。インド太平洋軍の指揮は、インド太平洋軍司令官がこれを行う。インド太平洋軍司令官には、代々海軍大将が就任しており、インド太平洋軍の担当地域内で活動する、アメリカ合衆国軍の各種部隊に対して、最上位の軍事指揮権を持つ。インド太平洋軍司令官よりも、上位の指揮権を持つのは、 アメリカ軍の最高司令官である合衆国大統領及び統合参謀本部の助言を受けた国防長官の二人のみである。現任司令官はジョン・アキリーの海軍大将。アメリカインド太平洋軍の主な戦力は太平洋陸軍、太平洋海兵隊、海軍太平洋艦隊、太平洋空軍であり、いずれの司令部もホノルルにある。また各構成部隊は 担当区域内全域に駐留している。統合軍の担当地域薄い青色がアメリカインド太平洋軍担当エリアは敵地見直しが行われているが、概ね太平洋、インド洋方面であり、オセアニア、東アジア、南アジアである。担当エリア内における同盟国として、フィリピン、オーストラリア及びニュージーランド、韓国、日本がある。 インド太平洋軍に属していたアラスカ軍は2014年に北方軍令下に変更された。これに加えてアメリカインド太平洋軍の担当地域には中華民国が含まれており、その防衛に関することが台湾関係法により定められている。さらに東南アジア集団防衛条約に基づく東南アジア条約機構は1977年に解体されたものの、 条約自体は今もなお廃止されておらず、アメリカ、フランス、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、及びフィリピンの間の同盟関係となっている。アメリカの貿易総額の35%がアメリカインド太平洋軍の担当地域内に属しており、1998年の時点で5480億ドル以上に上る。またアメリカインド太平洋軍は、 その担当区域内にある中華人民共和国、インド、ロシア、北朝鮮といった世界有数の軍事力を保有する国家を監視している。アメリカインド太平洋軍は陸軍、海軍、空軍、及び海兵隊に属する約30万人の軍人を要する統合軍である。これらの軍は前進配備、前進基地、そして米国本土基地の3種類に分かれている。AB 米太平洋軍、インド太平洋軍に名称変更新司令官就任。産経新聞。オリジナルの2018年6月1日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20180601025933/.https。 www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ180531スラッシュ WOR180531 0006-N1 と HTML2018 年6月1日閲覧 ABCUS インドパシフィックコマンドホールズチェンジオブコマンドセレモニーアメリカインド太平洋軍 オリジナルの二千十八年六月一日時点におけるアーカイブ。<www. pac om. S 1> 5, 6. h t t p w w w p a c o m m i l m e d i a n e w s n e w s a r t i c l e v i e w a r t i c l e 1 5 3 5 7 7 6アスインドパシフィックコマンドホールズチェンジオブコマンドセレモニー二千十八年六月一日閲覧。 The U.S. State Department U.S. Collective Defense Arrangements 2016年7月20日閲覧ありがとうございます。